吉田さん、お疲れ様です。卓球ね、本当にヘトヘトになってますね。私の卓球の経験っていうのはね、小学校の時に部活動の選択で人気だった卓球になんとか当選してね、卓球部に入ったっていう思い出があります。卓球ってものすごく私の時は人気でですね、本当に楽しいスポーツでしたね。で、結構ね、見学も多くって、私の印象としてはすごく明るいスポーツだったんですよ。で、これから卓球のブーム来るんじゃないかなと思ったり、当時福原愛ちゃんっていうね、なんかちっちゃい女の子がテレビで取り上げられることもあって、卓球のブーム真っ只中なんじゃないかなって錯覚することもあったぐらいね、私は卓球にすごく明るい思い出しかないんですよね。それから中学高校に入ったら卓球をテーマにした漫画も始まって、ますますね、卓球ってはいい漫画だなと思ったんですけども、私の人生が暗い方向に行っちゃったんで、あんまり卓球に意識は向かなかったですね。でもこうしてみると卓球で、日本一の練習をしたんだろうなってことも伺いますね、吉田さんのことを見てると。で、その少ない卓球人生の中で私一つね、大事なことを伝ったんですよ。それはラリーっていうやつがありますよね。卓球のラリーを上級者とそれから初心者がしたときに、すぐ終わっちゃうようだったら上級者はまだまだだって言うんですよ。というのが、初心者の方が打ちやすいような球を打ってあげて、初心者の方が打ち返してきためちゃくちゃな球を受け止めてあげるのが上級者でしょっていうことだったんで、その上手になった人は上手を誇るんじゃなくて、自分よりもまだね、技術がない人にどうやって気持ちよく楽しんでもらえながら技術をつけるかってことが大事なんだよってことを教わったんですよ。私小学校5年の時、そういう教わり方をしてね、とってもいいなと思ったのは、それからさまざまなスポーツ競技があったんですけども、いつもその視点に立って誘導することができたんですよね。例えば中学に入って私空手をやり始めたんですけども、まあ元々の体格もあったんですけども、度胸もあったんでね、最初から結構空手はいけてたんですよ。でもやっぱりあんまり力の伸びない初心者とかいるんですよね。まあそういうことを組み手をするときに、まあ、めちゃくちゃな打ち方してくるわけですよ。それこそね、危険な、こう、なんですか、剣を出してきたりするんですけど、それもちゃんとね、いなしてあげて、で、こっちからは、本当こう、軽くね、ポツンと当たるぐらいの、あ、これ全力できたら本当首吹っ飛ぶなぐらいのやつをポンと当ててあげるみたいなのを繰り返していく。さすがにそのフラストレーションたまりますよ。やっぱり、私もこう、寸止めというかね、マスっていうんですけども、ちょっと当てるぐらいで、衝撃がないやつ、当たったってことがわかるんだけども、本当こう肌が触れた程度のやつでこう止めるわけですから、筋肉にも負担がかかるんですよね。打ち抜いた方が負担っていうのは小さいですから。蹴りもそうなんですけども、蹴りなんて特に勢いがついてるから寸止めが難しいんですよ。しかもバランスを崩しやすいんで、すぐに反撃に来られるし、それからモーションが大きいんでね、初心者のやつほどもうこっちが蹴りに出た時にめちゃくちゃなことしだすんですよ。でもそれもちゃんと受け流してことの上級者だよってことを言われてね、まあ、私はその気持ちだけはいつも上級者なんで、何を言われる時でも。だからね、そのね、お前上級者だって言われたらね、ちょっと弱いんですよね。そうだなと、ちょっと手加減してあげて、それこそ10倍ぐらい手を抜いてもね、自分の力を10分の1ぐらいにしても五分でやっていけるように、こう試合をしてあげないといけないなっていうふうに思ったりするんですよね。まあ、そういうところでなんですよね。ビジネスやっててもどうしてもね、こう強い決闘もしたいんですけども、伸び悩んでる人にもちょっとついていきたいなっていうところがあるんですよね。まあ、卓球のラリーっていうのを聞いてちょっとそういうのを思い出しましたね。あの時に卓球のラリーが続かないのは上級者が上級者じゃないからだとかね、いうそういう言葉だったと思うんですけど、聞いてなんかそれが卓球のなんかの名言らしいんですよね。その卓球の名言の中にもいろいろあるらしくって、私が覚えてるのはその1個だけなんですけども、そのね、小学校の時の顧問の先生は卓球の部活っていうのは週に1回あったんですけども、1回ごとに1個の名言をテーマにして、その45分っていうね、小学校でいう1時間1次元っていうのをやらせてもらったんですけどもね、なかなか面白い体験だったかなと思います。さあ、吉田さんはね、どんな卓球の名言を覚えてるでしょうか。ちょっとたまにはね、聞いてみたいなと思います。というか卓球の名言なんて本当にあるんですかね。いってらっしゃい。